勾配ステークスは日本中央競馬会が京都競馬場の芝1400メートルで施行する競馬の競争である。競争名は植物の勾配が由来となっている。東京層は明け3歳品場限定のオープンクラスの競争として施行されている。1995年までは KBS 京都公売賞として施行されていた。出走資格は ラ系3歳の JRA 所属の品馬の競争馬、JRA に認定された地方所属の競争馬及び外国長競馬。負担重量は別定重量で 54kg を基本とし、さらに、収得賞金額が1150万円ごとに 1kg の負担が課せられるよう定められている。平成31年度リステッド競争一覧。日本中央競馬会。 2018年11月21日閲覧。1月16日からの競馬場、ウィンズ等の営業。日本中央競馬会。2021年1月14日閲覧。2015年レース結果スポーツナビ2015年1月19日閲覧。2016年レース結果スポーツナビ2016年3月4日。 閲覧2017年レース結果スポーツナビ2017年1月17日閲覧2018年レース結果スポーツナビ2018年1月14日閲覧2019年購買ステークススポーツナビ2019年1月14日閲覧2020年購買ステークススポーツナビ2020年1月18日閲覧購買ステークス結果 払い戻し2021年1月16日、中京 10R レース情報、netkeiba.com。2021年1月16日閲覧。ありがとうございます。